のホビーオフで変わったものを見つけたので買ってきました。中華製の SD ハイニューガンダムです。税込み1980円でした。箱はめちゃボロボロです。いや、ちゃうやん、ガンドームやんか。カメラ愛が光るようです。光の翼が入っているようです。初回特典付き。中身を見てみます。思ったよりきっちり詰まってて、パーツ数はそれなりにありそう。カメラアイ点灯用のボタン電池も付属していますが、錆びて粉も吹いていて使えません。組み立て説明書の間違いを発見。 LED のあの箇所表記が逆になっています。新品の場合、足の長い方がアノード足す、短い方が箇所度マイナスになります。アノード側を4ミリの腰で切断し、抜け止めのために中で折り曲げました。手元に電池がないので、とりあえずで組んでおきます。
中の電池ボックスやプッシュリターンスイッチがちゃんとはまっていないと頭部が組めないので注意。ポリキャップがはまりにくいのでランナーを差し込んでグリブリします。ショルダーアーマーの上部がはまりにくいのでタブを修正。デザイン的にここの隙間は開いてます。
ビームライフルはモナカ構造です。塗り分けがめんどくさそう。一番気力のそがれるファンネルを作っていきます。飽き性なので同じものを複数作るのは苦手です。青いパーツの造形はすべて同じですね。この武装をファンネルって呼ぶのを前からすごい違和感があるんだよね。ファンネルってのは日本語だとロートと言われる道具。福岡の等身大ニューガンダムのロングレンジフィンファンネルとか意味わからんわ。ちなみにガンダムはガン、カッコ銃とフリーダム、カッコ自由、からの造語です。まあ、このプラモはガンドームなんだけどね。わら。
の透明プラ棒が付属しています。ファンネルの浮遊時を再現するためのものです。無理に曲げると発火します。炙らないとダメっぽい。真空蒸着変更メッキされた光の翼がついています。このパーツが初回限定付属品なのかな。ファンネルで挟み込んで取り付けます。電池の表面がボロボロなので種類がわかりません。厚みが2ミリ、直径 6.5 ミリ。このノギスはプラスチック製なので通電はしません。スーパー5軒、コンビニ3軒、ホームセンター1軒、ドラッグストア1軒、100均4軒、校庭14キロを2時間半かけて散歩がてら探してきました。SR621 が2つ必要なんだけど、1つしか見つけることができませんでした。0.5 ミリ分厚いけど、SR621 で代用します。多分大丈夫なはず。電池は意外と無理なく入りました。 LED なのに暗いな。設計が悪いのか、スイッチが点灯状態で固定できません。一時間近くかけて曲げたり削ったりして微調整しました。合わせ目消しをしていくんですが、まあこれが大変でした。通常の接着剤を使ったんですが、無に油さえできません。押さえ込んでも隙間から向こうが見えてます。合わせ目に溶きパテを塗っては削りを何度か繰り返し、サフでごまかしました。この工程だけで3日ほどロスしています。ブルーの部分はセリアのネイルコーナーで売っているマジョーラカラーのパウダーをクリアーで溶いて塗装しました。思った以上にグリーン寄りになってしまった。失敗したな。